中国へと東、シナ海を北上する台風9号と日本の南を北上する台風10号を2019年の台風のデータ。データは基本的に日本の気象庁の情報に基づき気象庁が熱帯低気圧としていない一部のものについては合同台風警報センターのみによる。この年日本では平成から令和への改元が行われたため5月1日 零時までに発生した台風1号と2号は平成31年台風第5で、それ以降に発生した台風3号からは令和元年台風第5で表記する。台風番号は改元に関わらず平成31年からの続き番号とする。2019年に発生した台風は平年の25.6個よりも多い29個だった。日本での影響においては、 接近数は平年の11.4個より多い15個、日本本土への上陸数は平年の2.7個より多い5個と、発生数と日本への接近、上陸数がいずれも平年を上回った。2018年12月31日に発生した熱帯低気圧が年をまたいで存在した。その熱帯低気圧は1951年の 統計開始以来初めて1月1日に台風となった。しかし1年で海水温が最も低く台風の発生が少ないのは2月であることから2018年の台風シーズンの延長であると考えられる。その台風1号はその後約21年ぶりとなる越境サイクロンとなった。2月20日に発生した台風2号は 台風が発達しにくい2月にハイペースで発達し、2月としては1951年の統計開始以来初めて猛烈な勢力に発達した。7月末頃から台風の活動が活発になり、7月26日から8月6日までの12日間に5個の台風が発生するなど記録的なペースで台風が発生していき、8月6日15時から同月7日9時までは、 台風が同時に3つ存在していた。9月以降も例年通り大流活動が活発な状況が続き、9月には6個の台風が発生、11月下旬頃までほぼ1週間に1個以上は台風が発生する状態が続いたため、11月の台風発生数は6個となり、統計史上最多台の記録となった。そのうち、 日本に影響を及ぼした台風は7月末に各地の花火大会に影響をもたらした台風6号や宮崎県や大分県に暴風や大雨をもたらした台風8号2年ぶりに超大型の台風となり29年ぶりの広島県上陸などの記録を残し西日本に大きな影響を与えた台風10号9月に千葉県を中心に暴風の被害を与え 関東史上最強の台風とも呼ばれた令和元年、房総半島台風、令和元年東日本台風などが挙げられる。特に被害の大きかった台風19号は東日本及び東北地方の広範囲に記録的な豪雨をもたらし、多摩川や千曲川、阿武熊川といった主要河川の氾濫、堤防決壊を引き起こした。一連の豪雨は13都県を、 大雨特別警報の発表を対象に、また7県71カセン128カ所を堤防決壊に至らしめ、前年の2018年に気象庁が定めた台風の名称を定める基準において、浸水化奥数が条件に相当する見込みとなったことから、1977年9月の沖の選ぶ台風以来、42年に1カ月ぶりに命名される見通しとなった。 政府はこの台風に対し、激甚災害、特定非常災害、大規模災害復興法の非常災害、さらには東日本大震災をも超える数の自治体に災害救助法を適用するなど、極めて異例な事態となった。二0二0年二月十九日、気象庁は直後から命名される見通しの立っていた台風十九号に加え、台風十五号についても命名を行い、 台風15号を、令和元年房総半島台風、台風19号を、令和元年東日本台風と命名した。前述の通り気象庁が、台風の命名を行ったのは、約42年ぶりであり、さらに同じ年に発生した2つの台風が、同庁により命名されたのは、伊勢湾台風及び、宮古島台風の襲来した1959年以来、 約60年ぶりのことであった。201901.36W2018 年12月30日頃に南シナ海で形成した低圧部に対し、合同台風警報センターは31日5時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。低圧部は31日15時に熱帯低気圧に発達し、JTWC は31日18時に 熱帯低気圧番号 36W を不番した。その後、36W は年をまたいだ2019年1月1日15時に、南シナ海の北緯6度20分、統計109度55分で台風となり、アジア名、パブークと命名された。1月1日に台風が発生するのは1951年の統計開始以降初めてであり、 この台風は一年の中での発生日時が最も早いものとなった。台風はやや発達しながら西に進み、タイランド湾を通過した後、4日21時頃に台南部のクラチ橋に上陸した。その後、5日0時前に統計100度線を通過して、気象庁の観測範囲外となったため、台風からサイクロンとなった。台風が東計100度線を通過して、 サイクロンになるのは1997年の台風26号以来約21年ぶりである。なお、統計100度線を通過した直後の勢力は JTWC は最大風速50キロトン、気象庁は最大風速秒速23メートルと解析している。それに伴い、インド気象局にて最大風速45キロトンのサイクロニックストームと 解析されている。IMD は1月7日午前3時にアンダマン諸島付近の北緯13度10分、統計92度で熱帯低気圧に降格したとしている。なお、サイクロニックストームパブークとしての寿命は51時間であった。201902.02ワットベティ2月16日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部に対し、 合同台風警報センターは18日12時に熱帯低気圧形成警報を発した。低圧部は19日3時に熱帯低気圧に発達し、JTWC は19日18時に熱帯低気圧番号 02W を付番した。その後、02W は20日3時にマーシャル諸島の北緯5度05分、統計155度05分で台風となり、アジア名。 ウーティップと命名された。台風ははじめカロリン諸島近海を西北西に進みながら少しずつ発達し、23日には非常に強い勢力となった。その後23日15時から21時までの6時間で中心気圧が25ヘクトパスカル低下する急発達をし、マリアナ諸島近海で中心気圧925ヘクトパスカルと2月としては中心気圧が 最も低い台風となった。その後台風は速度を落とし、24日には台風は一旦勢力を落としたものの、25日には台風は再発達し、25日15時には猛烈な勢力となり、中心気圧も915ヘクトパスカルにまで低下した。2月中に台風が猛烈な勢力となるのは最大風速のデータがある1977年以降では、 初めてである上、前述したように1951年の統計開始以来では2月としては中心気圧が最も低い台風となった。その後、台風は26日の夜から急激に弱まり、28日15時にフィリピンの東の北位18度、統計135度で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧に弱まった直後、 フィリピン大気地球物理天文局の熱帯低気圧、監視エリアに侵入したため、28日18時に、パガサにて、フィリピン名べきと命名されている。事故解析では、2月23日からの1回目の、ピーク時の勢力は920ヘクトパスカル、秒速55メートルの猛烈な勢力に昇格したが、25日からの2回目の、 ピーク時の勢力が935ヘクトパスカル、秒速50メートルの非常に強い勢力に降格している。平成から令和に改元された5月1日例、時までに新たな台風が発生しなかったため、この台風が平成時代最後の台風となった。201903度ドン6月17日21時に、ヤップ近海で熱帯低気圧が発生。 二十五日十八時にフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ドドンと命名した。合同台風警報センターは二十五日十一時に熱帯低気圧形成警報を発したが二十七日十時に取り消した。その後、熱帯低気圧は二十七日十八時に室戸岬沖の北緯三十一度三十五分、統計三十三度三十五分で台風となり、 アジア名、セーパッドと命名された。台風は本州の南を東に進み、28日15時に日本の東の北三36度、計百147度で温帯低気圧に変わった。なお、JTWC は、この低気圧を台風ではなく、最大風速40キロトンの亜熱帯低気圧と解析している。この台風は移動速度の速いが天台風であり、 平均速度が統計史上3番目に速い台風となった。201904.05W6 月30日頃に南シナ海で形成した低圧部が7月1日15時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは7月2日6時に熱帯低気圧形成警報を発した。熱帯低気圧は2日21時に 南シナ海の北緯18度55分、統計111度30分で台風となり、アジアメームーンと命名された。発生時点で大型の台風であった。JTWC は一度は熱帯低気圧形成警報を取り消したものの、後にトロピカルストームに発達したとして4日6時には熱帯低気圧番号 05W を不満した。台風は3日頃に海南島、4日頃に ベトナムの大便省付近に上陸し、4日12時に、ベトナムの北二21度、統計106度で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は5日3時に消滅した。201905.06W ファルコン7月11日頃に、カロリン諸島で形成が始まった、低圧部が14日9時に、ヤップ近海で熱帯低気圧に発達。15日6時に、 フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ファルコンと命名した。合同台風警報センターは16日7時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、16日18時に熱帯低気圧番号 06W を不満した。06W は16日15時にフィリピンの東の北緯17度05分。 東計125度40分で台風となり、アジア名だなすと命名された。台風は17日15時には大型の台風となり、その後少しずつ発達しながら北上し、18日昼頃には石垣島付近を通過した。台風はさらに東、シナ海を北上、台風による南西の湿った空気と太平洋高気圧による南東の湿った空気によって、 九州付近に収束帯が形成され、線状降水帯によって九州を中心に大雨となり、特に長崎県の五島列島と津島では20日に大雨特別警報が発表される事態となった。20日21時頃には、韓国の全羅北道付近に上陸21日21時に日本海の北緯40度、統計130度で温帯低気圧に変わった。 20万1906.07ワット7月24日6時に沖ノ鳥島近海で熱帯低気圧が発生。合同台風警報センターは24日17時に熱帯低気圧形成警報を発し、25日12時に熱帯低気圧番号 07W を不安した。07W は26日9時に 潮の岬の南南東約430キロの北二29度50分、統計137度05分で台風となり、アジア名、ナーリーと命名された。台風は日本近海をそのまま北上し、発生から1日も経っていない27日7時頃には、三重県南部に上陸した。その後、同日15時に、岐阜県の北三36度、統計137度で、 熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は28日9時に温帯低気圧に変わった。この台風は7月末に各地の花火大会に影響をもたらした。またこの台風は令和時代になってから初めて日本に上陸した台風となった。平成時代に初めて日本に上陸した台風は1989年の台風6号であったことから、 令和初上陸台風と平成初上陸台風はいずれも台風6号となった。さらに、これら2つの台風はいずれも東海地方に大雨を降らせたという台風番号が同じこと以外の共通点もある。201907.08ワット7月29日頃に南シナ海で形成した低圧部が30日9時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは30日6時に熱帯低気圧形成警報を発し、31日6時に熱帯低気圧番号 08W を付番した。08W は31日9時に南シナ海北部の北緯18度30分、東経113度25分で台風となり、アジア名ウィーパーと命名された。台風はゆっくりとした速度で西に進み、 8月1日頃に、海南東付近に接近、中国関東省福島市付近に上陸した。台風はさらに精神し、3日にはベトナム北部のクアンニン省付近に上陸した。台風は、その後3日21時に、ベトナムの北緯20度、統計106度で熱帯低気圧に変わった。20万 1908.09W8 月1日午前に、 南鳥島近海で形成が始まった低圧部が同日15時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは1日22時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、2日6時に熱帯低気圧番号 09W を不安した。09W は南鳥島近海で台風となりアジア名フランシスコと命名された。台風は 少しずつ発達しながら日本の南を精進し、4日昼頃には小笠原諸島に接近した。台風はさらに精進し、5日未明から21時頃にかけてさらに発達、5日15時には強い勢力となった。その後、台風は6日5時頃に強い勢力で宮崎県宮崎市付近に上陸した。同日昼過ぎには台風は津島海峡に抜け、 7日0時頃に韓国南部に上陸した。台風は7日9時に朝鮮半島で熱帯低気圧に変わった。同日15時には温帯低気圧に変わった。20万1909.10ワット半ら7月29日頃にマリアナ諸島近海で形成が始まった。低圧部が8月3日3時にフィリピンの東の海上で熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは3日21時に熱帯低気圧形成警報を発し、4日12時に熱帯低気圧番号 10W を不安した。フィリピン大気地球物理天文局は4日0時にフィリピン名ハンナと命名した。10W は4日15時にフィリピンの東の北緯17度25分、統計131度55分で台風となり、アジア名。 出来まーと命名された。台風は7日頃から急速に発達し、8日21時で猛烈な勢力となった。台風は猛烈な勢力を保ったまま8日23時頃にタラマ島付近を通過した。その後、台風は東、シナ海を北西に進み、10日未明に中国石膏省大修士付近に上陸した。台風はさらに加藤を北上し、 12日には渤海まで到達した。台風は13日3時に、下北の北緯37度、統計120度で熱帯低気圧に変わった。台風が直撃した中国東部では豪雨による土石流で大きな被害が出ている。なお、事故解析では、ピーク時の中心気圧が925ヘクトパスカルに下方修正されている。 20万 1910.11W8 月4日頃に形成した熱帯上覧に合同台風警報センターは5日22時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。熱帯上覧は5日9時にマリアナ諸島で熱帯低気圧に発達し、JTWC は6日6時に熱帯低気圧番号 11W を付番した。十一 w は六日十五時に マリアナ諸島の北緯18度30分、統計142度50分で台風となり、アジア名黒さと命名された。発生時点で大型の台風であった。台風ははじめマリアナ諸島近海を北西に進んでいたが、8日頃から11日頃にかけて、小笠原諸島近海でほとんど停滞し、8日15時には非常に強い勢力となった。 その後は徐々に勢力を落とし、11日の昼頃から台風は再び北西に進み始めた。12日15時には2017年の台風21号以来の超大型の台風となった。14日6時には強風域が縮小し、大型の台風に戻りつつ再発達した。その後は九州地方や四国地方を暴風域に巻き込みながらゆっくりと北上。 同日11時頃に愛媛県佐岬崎半島を通過した後、同日15時頃に広島県呉市付近に上陸した。広島県への上陸は1990年の台風14号以来29年ぶり、統計史上3例目。台風は日本海に抜け、日本海を北上16日21時に北海道の西の北緯43度、統計138度で、 温帯低気圧に変わった。台風接近に伴うフェーン現象の影響で北陸地方などでは14日から15日にかけて気温が上昇し、特に新潟県体内市中城では15日に摂取40.7度を記録するなど記録的な猛暑となった。また、同日同県糸井川市では1日を通しての最低気温が摂取31.3度までしか下がらず、 同氏が持っていた国内の最低気温の最高記録を更新した。なお、自己解析では、ピーク時の中心気圧が965ヘクトパスカル、最大風速が秒速40メートルとそれぞれ下方修正され、非常に強い台風から強い台風に格下げとなった。20万 1911.12W2 年8月14日頃に、中区近海で形成が始まった。 低圧部が、初各時に、ヤップ東近海で、熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは、同日18時30分に、熱帯低気圧形成警報を発した。その後、フィリピン大気地球物理天文局は21日0時に、フィリピン名ネ年と命名し、JTWC は21日18時に、熱帯低気圧番号 12W を付番した。 12W は21日15時にフィリピンの東の北緯15度40分、統計132度20分で台風となり、アジア名バイルーと命名された。台風はフィリピンの東の海上をやや発達しながら北西に進み、24日昼過ぎ頃に台湾南部の台東県と平東県の付近を通過した。台風はさらに西に進み台湾海峡を通過し、 25日には中国福建省に上陸した。その後台風は26日3時にカナンの北緯25度、東経113度で熱帯低気圧に変わった。2 0 1 9 1 2 1 3 w 時に8月22日頃にカロリン諸島付近で形成が始まった低圧部が25日9時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは 同日15時に、熱帯低気圧形成警報を発し、27日0時に、熱帯低気圧番号 13W を付番した。フィリピン大気地球物理天文局は26日18時に、フィリピン名ジェニーと命名した。13W は27日9時に、フィリピンの東の北位14度40分、統計127度00分で台風となり、アジア名ポードルと命名された。 台風は、成人して28日0時には、フィリピンのルソン島のアウロラ州に上陸した後、南シナ海に抜けて、海上を進んだ。その後30日3時頃に、ベトナムのクアンビン省付近に上陸したが、急速に勢力を弱めて30日15時に、タイの北伊17度、統計103度で、熱帯低気圧に変わった。なお、自己解析では、ピーク時の最大風速が、 秒速23メートルから秒速20メートルに下方修正されている。201913.15W リウェイウェイ8月31日にパラオ近海で低圧部 92W が形成し、同日15時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは9月1日4時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。 フィリピン大気地球物理天文局は9月1日12時にフィリピン名リウェイウェイと命名し JTWC は2日12時に熱帯低気圧番号 15W を付番した 15W は2日9時にフィリピンの東の北緯15度05分、統計126度05分で台風となりアジア名連連と命名された台風は徐々に発達しながら フィリピンの東の海上を北上し、5日3時には非常に強い勢力となり、同日14時頃に宮古島付近を通過した。この際、宮古空港では同地点の観測史上1位となる最大瞬間風速秒速61.2メートルを観測した。また、宮古島日里では最低海面気圧940.5ヘクトパスカルを観測した。その後台風は、 非常に強い勢力を保ったまま東、シナ海を北上、6日頃から勢力を弱め始めたものの、朝鮮半島の西側の航海をさらに、北上、7日15時頃に強い勢力を保ったまま北朝鮮の航海南道付近に上陸した。上陸後は北東に進み、台風は8日9時に、ロシアの沿海州の北緯47度、東経131度で温帯低気圧に変わった。 北朝鮮の朝鮮中央通信は、死者5名、前半階住宅460戸余り及び、公共の建物15棟、浸水のうち約46,200ヘクタールなどの被害が生じたと伝えている。また、韓国では、中央災害安全対策本部によれば3名が死亡し、約16万世帯が停電したとされる。 20万 1914.16W カバヤン8月30日9時にフィリピンのルソン島の東の海上で熱帯低気圧 91W が発生。合同台風警報センターは9月1日4時に熱帯低気圧形成警報を発した。フィリピン大気地球物理天文局は9月1日6時にフィリピン名カバヤンと命名した。熱帯低気圧はバシー海峡から 南シナ海に抜けて精神し、2日頃に海南島を通過、その後は南西に進み、3日頃にベトナムのトゥアティエンフエ省付近に上陸。3日3時にトンキン湾の北緯16度35分、東京107度35分で台風となり、アジア名カジキと命名された。JTWC は3日6時に熱帯低気圧番号 16W を不番した。 台風は三日時にはラオスに到達したものの、進路を北東方向に変え、15時には南シナ海に抜けたが、台風はそのまま弱まり3日21時に北緯17度、統計109度で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧に変わった後も南シナ海を闘進し続けていたが、7日21時に台湾の西側付近の南シナ海で消滅した。 20万 1915.14W8 月30日未明に、マーシャル諸島近海の国際日付変更線やや東側で熱帯低気圧 90W が発生し、同日9時頃に統計域に侵入した。合同台風警報センターは9月1日18時に熱帯低気圧形成警報を発し、2日6時に熱帯低気圧番号 14W を不安した。 14W は太平洋をしばらく精神した後、5日15時に南鳥島近海の北緯19度35分、統計155度25分で台風となり、アジア名、ファクサイと命名された。台風は小笠原近海を北西に進みながら徐々に発達し、8日21時には神津島付近で中心気圧955ヘクトパスカル。 最大風速秒速45メートルの非常に強い勢力となった。この勢力を保ったまま台風は三浦半島に接近、9日3時前に三浦半島付近を通過した。その後台風の中心は東京湾に抜けて北東に進み、9日5時前には千葉県千葉市付近に上陸した。台風が非常に強い勢力を保ったまま関東の至近距離まで、 接近するのは非常に珍しく、千葉市付近に上陸するときの勢力は、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルの強い勢力であったが、関東上陸時の勢力では過去最強クラスとされる。その後は徐々に速度を上げながら闘進し、10日15時に日本の東で温帯低気圧に変わった。気象庁は2020年2月、 この台風について、令和元年暴走半島台風と命名した。20万 1916.17W9 月12日頃に、マーシャル諸島近海で形成が始まった、低圧部が13日9時に熱帯低気圧に発達、合同台風警報センターは15日6時に熱帯低気圧番号 17W を不安した。同日21時、 マリアナ諸島近海の北緯17度40分、統計138度例分で台風となり、アジア名ペーパーと命名されたが、24時間後の16日21時には、小笠原近海の北緯25度、統計143度で、熱帯低気圧に変わり、17日9時には消滅した。201917.18W ファ9月14日頃に、 マリリンから降格した低圧部が17日9時に沖縄の南で再び熱帯低気圧に発達。フィリピン大気地球物理天文局はこれをマリリンとは別の新たな熱帯低気圧と解析し、17日18時にフィリピン名、ニンファと命名した。その後、合同台風警報センターは19日12時に熱帯低気圧番号 18W を付番した。 18W は同日15時に沖縄の南の北緯22度25分、統計128度35分で台風となり、アジア名、ターファーと命名された。台風は20日21時に強い勢力になり、21日未明には沖縄に接近。その後は東、シナ海を北上した。九州北部や中国地方を暴風域に巻き込みながら、 津島海峡を経て日本海に進み23日9時に野東沖の北伊38度、東経135度で温帯低気圧に変わった20万1918.19 19ワットを煮込む9月25日15時にマーシャル諸島近海で発生した熱帯低気圧に対して合同台風警報センターは26日23時30分に熱帯低気圧形成警報を発し 27日18時に熱帯低気圧番号 19W を不満した。19W は、精神してフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに侵入し、28日6時にフィリピン名、オニョクと命名した。その後、同日9時にフィリピンの東の北位15度25分、統計132度5部で台風となり、アジア名、ミートクと命名された。 台風は北上して29日9時に強い勢力となり、その後30日から10月1日にかけて台湾や加東沿岸に接近し、さらに航海を北上して2日深夜に韓国南西部に上陸した。その後東進して日本海へ抜け、3日15時に北緯38度、東経131度で温帯低気圧に変わった。台風が上陸した韓国では、 少なくとも10人の死者が確認されている。なお、台風は先島諸島を通過したため、台風18号は8年連続で日本に接近、上陸した台風となった。201919.20w10 月1日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった、低圧部が5日3時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは、 同日11時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、18時に熱帯低気圧番号 20W を不安した。20W は6日3時に南鳥島近海の北緯15度5部、統計158度10分で台風となり、アジア名、ハギビスと命名された。台風は平年値よりも高い海水温の領域を通過しながら急速に発達し、7日18時には 同時刻までの24時間の気圧低下77ヘクトパスカルを記録。発生からわずか39時間で中心気圧915ヘクトパスカルの猛烈な勢力になった。10日21時に非常に強い勢力へ降格したが、小笠原諸島に接近。北上を続けた19号は12日19時前に中心気圧955ヘクトパスカル。 最大風速秒速40メートルの強い勢力で、静岡県伊豆半島に上陸した。13日12時に北緯41度、東経147度で、温帯低気圧に変わった。台風19号から変わった温帯低気圧は、北東進しながら急発達し、最低気圧が952ヘクトパスカルとなり14日夜に、ベーリング海に到達。その後も衰弱しながら、 ベーリング海を進み続けたが、23日15時に、東京駅からやってきた別の低気圧に吸収され、消滅した。上陸前から台風による影響が懸念されていた東日本では、12日に首都圏を中心に公共交通機関の計画運休が実施された。台風は広範囲で、台風接近前から猛烈な雨と風をもたらし、 同日から13日にかけて、東京都、埼玉県、神奈川県、静岡県、山梨県、群馬県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県、岩手県の13都県で大雨特別警報が発表された。信濃川、阿武熊川、多摩川など100以上の河川で氾濫や決壊が発生した。なお、 台風19号が猛烈な勢力を維持した期間は7日21時から10日21時までの72時間となり、第1位の昭和53年台風、第26号の96時間、第2位の平成30年台風、第22号の90時間、第3位の平成16年台風第16号の78時間に、次いで第4位を記録した。気象庁が定めた。 台風の名称を定める基準において、浸水化億数が条件に相当する見込みとなったため、沖の選ぶ台風以来42年ぶりに命名される見通しとなり、道庁は2020年2月、この台風について、令和元年東日本台風と命名した。201920.21w パーラ10月16日9時に、 フィリピンの東で発生した熱帯低気圧に対して合同台風警報センターは16日6時に熱帯低気圧形成警報を発しフィリピン大気地球物理天文局は同日12時にフィリピン名パーラと命名したその後 JTWC は17日0時に熱帯低気圧番号 21W を付番した 21W は18日3時に 北緯19度40分、統計129度30分で台風となり、アジア名のグリーと命名された。台風は予想よりも発達し、19日12時には強い勢力となった。その後は沖縄の東海上を北東進し、21日18時に四国沖の北緯32度、統計135度で温帯低気圧に変わった。 20万 1921.22W10 月17日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が18日15時に熱帯低気圧に発達し合同台風警報センターは19日0時30分に熱帯低気圧形成警報を発し12時に熱帯低気圧番号 22W を付番した 22W は同日21時に トラック諸島近海の北緯10度40分、統計153度55分で台風となり、アジア名、ブアロイと命名された。台風は22日3時から同日9時までの6時間で、中心気圧が20ヘクトパスカルも低下するなど、急発達をし、中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルの非常に強い勢力となり、ピークを迎えた。 その後二十四日に父島などに再接近し、二十五日二十一時に日本の東の北緯十五度、東計百五十度で温帯低気圧に変わった。日本付近を通過した亜熱帯低気圧と台風の湿った空気の影響で、二十五日は関東、東北地方では大雨となり、特に千葉県と福島県では河川の氾濫や浸水被害が相次いで発生するなど、 大きな被害が出た。201922.23w10 月25日頃にパラオの南で形成が始まった低圧部が28日15時にパラワン島付近で熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは29日6時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。30日3時に南シナ海の北伊13度30分。 統計112度55分で台風となり、アジア名、マッテモと命名された後、JTWC は、同日6時に、熱帯低気圧番号 23W を付番した。台風は31日未明に、ベトナム南部に上陸し、同日12時には、カンボジアの北緯北緯13度、統計106度で、熱帯低気圧に変わった。 23W はその後あまり衰退せずに精神し、11月1日のうちに統計100度線を超えて気象庁の監視班以外に出た。2日から4日にかけてアンダマン海を通過し、JTWC は6日に再び都市 F を発した。同日17時、インド気象局はディープデプレッションに発達したとした後、JTWC によれば7日3時には、 トロピカルストームに最昇格している。IMD は現地時間23時30分にサイクロニックストームの基準を満たしたとして国際名ブルブルと命名した。一方 JTWC はトロピカルストームマットモと表しアジア名の使用を継続した。この表記は次の発表時にトロピカルサイクロンマットモに改められた。11月8日 IMD は 現地時間2時に SCS に昇格したとした。その12時間後に IMD は VSCS に昇格したとした。同時刻に JTWC はカテゴリー1に到達したとした。201923.24W10 月31日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が11月2日9時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは、同日18時に熱帯低気圧形成警報を発し、3日0時に熱帯低気圧番号 24W を不安した。同時刻に、北緯13度20分、統計156度55分で台風となり、アジア名、ハーロンと命名された。台風はゆっくりと北上しながら、5日21時までの24時間で、 中心気圧が65ヘクトパスカルも低下するなど、急発達を見せ、本年最強となる、中心気圧905ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートルの猛烈な勢力に発達した。ここの各時には、日本のはるか東の北三32度、東経161度で、温帯低気圧に変わった。11月に、 猛烈な勢力になるのは2013年の台風30号以来、約6年ぶりである。201924.25W 消える11月1日頃に、ミンダナオ島の東で形成が始まった、低圧部に対し、合同台風警報センターは4日12時30分に、熱帯低気圧形成警報を発し、同日21時に、南シナ海で熱帯低気圧に発達。 フィリピン大気地球物理天文局は5日12時にフィリピン名キエルと命名した。同日21時に北緯13度40分、東経115度50分で台風となりアジア名ナクリーと命名された。その後 JTWC は6日6時に熱帯低気圧番号 25W を付番した。台風は初め更新し、その後ろ向きを西に変えながら発達。 8日6時には強い勢力となった。11日にはベトナムに上陸し、同日9時にはベトナムの北19度、東経109度で熱帯低気圧に変わった。201925.26w11 月9日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が10日21時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは11日12時に熱帯低気圧形成警報を発し、12日0時に熱帯低気圧番号 26W を付番した。26W は同日15時に米域東近海の北緯15度25分、統計160度20分で台風となり、アジア名分支援と命名された。15日3時には非常に強い勢力に発達し、 16日頃に小笠原諸島に接近後、18日3時に北緯25度、東経158度で熱帯低気圧に変わり、同日15時には消滅した。201926.27W ラモン11月8日頃にマリアナ諸島近海で形成が始まった低圧部が12日3時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは12日6時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、13日6時に熱帯低気圧番号 27W を付番した。27W は同日9時にフィリピンの東の北緯12度55分、統計128度50分で台風となり、アジア名カルマエギと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、 同日12時にすでに監視エリア内に存在していた26号にフィリピン名ラモンと命名した。ゆっくりと北西進し、19日12時には強い勢力となった。20日早朝にバシー海峡からルソン島北部に上陸した後、同日9時に同東の北緯北緯18度、統計122度で熱帯低気圧に変わった。 20万 1927.28W ら11月17日頃にカロリン諸島近海で形成が始まった低圧部が18日9時に熱帯低気圧に発達。フィリピン大気地球物理天文局は19日6時にフィリピン名らと命名した。合同台風警報センターは同日7時に熱帯低気圧形成警報を発し、 初日冷時に熱帯低気圧番号 28W を付番した。28W は同日9時に北緯16度5部、統計128度10分で台風となり、アジアメウ本ンと命名された。台風は先島諸島に接近し、23日3時に東、シナ海の北緯25度、統計126度で熱帯低気圧に変わった。なお、 この台風はこの年の11月に発生した5個目の台風であり、11月に台風が5個以上も発生したのは1991年以来28年ぶりであった。201928.29ワット、ティソイ11月24日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が同日21時には熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは25日18時に熱帯低気圧形成警報を発し、26日6時に熱帯低気圧番号 29W を付番した。29W は同日9時にマリアナ諸島の北緯10度20分、統計149度55分で台風となり、アジアメ冠カンムリと命名された。台風は発達しながら、ゆっくりと精神し、 監視エリア内への侵入が確認された30日6時、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名ティソイと命名された。台風は、カテゴリー1の勢力を保っていたが、フィリピン上陸直前の12月2日9時にカテゴリー4の非常に強い勢力に発達し、ピークを迎えた。その後、6日0時に、南シナ海の北緯12度、統計113度で、 熱帯低気圧に変わり、同日15時には消滅した。なお、この台風の発生で、当月6個目となり、11月としては1964年と1991年に、並んで、過去最多となった。台風が直撃した、ルソン島を中心に、死者13人以上が出たほか、約6万6000人が避難を余儀なくされた。 20万1929.30ワットうるすら12月19日頃にトラック諸島近海で形成が始まった低圧部が20日3時に熱帯低気圧に発達合同台風警報センターは21日15時に熱帯低気圧形成警報を発し22日6時に熱帯低気圧番号 30W を不安した同日9時にはカロリン諸島の北緯8度10分 統計138度10分で台風となり、アジア名ファンフォンと命名された。フィリピン大気地球物理天文局は23日6時に、監視エリア内に侵入したとして、フィリピン名ウルスラと命名した。台風は24日6時には、強い勢力となり、同日夕方には、強い勢力を保ったままフィリピンの東サマル州、サルセド付近に上陸し、 同地域に大規模な洪水や土砂崩れをもたらした。その後は南シナ海へ抜け、28日15時に北緯15度、統計114度で熱帯低気圧に変わった後、29日15時には消滅した。熱帯低気圧番号は合同台風警報センターが熱帯低気圧と認めたものに付与し、同機関をはじめ海外の各気象機関で用いられる。 フィリピン大気地球物理天文局がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も平気。また、熱帯低気圧番号がない場合も、気象庁が熱帯低気圧としたものを、以下、単に TD と示す。合同台風警報センターは1月4日14時30分に熱帯低気圧形成警報を発した、キリバス近海の低圧部に対して、5日6時に、 熱帯低気圧番号 01w を付番した。JTWC によると 01w は6日21時にマーシャル諸島近海で低圧部に降格した。一方、気象庁は14日頃にカロリン諸島で低圧部が形成し、19日15時にパラオ近海で熱帯低気圧に発達したと解析した。20日0時にフィリピン大気地球物理天文局は フィリピン名アマンと命名した。気象庁は21日21時には24時間以内に台風に発達する可能性があるとして熱帯低気圧情報を発表したが22日15時に取り消した。AHW は同日21時に天気図から消滅した。3月14日の朝に カロリン諸島近海で形成した低圧部が同日15時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは同日19時に熱帯低気圧形成警報を発し、15日12時に熱帯低気圧番号 03W を不番した。03W は精神しながらフィリピン大気地球物理天文局の熱帯低気圧監視エリアに侵入し、 17日18時にフィリピン名、チェデンと命名された。A3W は19日の朝にはフィリピンのミンダネオ島に上陸し、同日15時に低圧部に降格した。5月4日頃にパラオ近海で形成した低圧部が7日9時に熱帯低気圧に発達。熱帯低気圧は8日21時に低圧部に降格し、9日21時には、 低圧部は消滅したが、10日9時に、再び熱帯低気圧として発生した。11日15時には、フィリピンの東で、再び低圧部に降格した。5月7日9時に、カロリン諸島近海で熱帯低気圧が発生。13日9時に一時低圧部となったが、同日15時に、再び熱帯低気圧となった。15日21時には、 中区近海で低圧部に降格した。6月26日9時に琉球諸島で熱帯低気圧が発生。27日3時に東、シナ海で温帯低気圧に変わった。6月26日頃にカロリン諸島で形成が始まった。低圧部が27日15時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは28日13時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、29日6時に熱帯低気圧番号 04W を不安した。30日0時にフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、エガイと命名した。熱帯低気圧はフィリピンの東の海上を北西に進み、2日くじに台湾で消滅した。台風5号が フィリピンのルソン島に接近し、台風の一部が熱帯上乱として分離。7月17日21時にルソン島の西の南シナ海で熱帯低気圧が形成した。合同台風警報センターは18日11時30分に熱帯低気圧形成警報を発したが、19日11時30分には都市 F を取り消した。19日12時に フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ゴーリンと命名した。熱帯低気圧は北上して台湾付近に接近し19日21時に消滅した。8月4日頃に南シナ海で形成が始まった低圧部が6日18時に熱帯低気圧に発達。熱帯低気圧は8日21時に フィリピンの西海岸沖の南シナ海で消滅した。8月17日15時に南鳥島近海で熱帯低気圧が発生。19日9時に消滅した。8月18日頃に南西諸島で形成が始まった低圧部が19日15時に熱帯低気圧に発達。熱帯低気圧は東、シナ海を北上し、21日21時に 航海付近で消滅した。9月2日3時にフィリピンのルソン島の西の南シナ海で熱帯低気圧が発生。合同台風警報センターは3日6時30分に熱帯低気圧形成警報を発したが、3日9時には気象庁の天気図から消滅した。JTWC も後に都市 F を取り消した。9月1日頃にカロリン諸島近海で形成が始まった。 低圧部が4日9時にパラオ近海で熱帯低気圧に発達。5日21時には低圧部に降格し、6日21時には低圧部が消滅した。9月7日9時頃に先島諸島付近で熱帯低気圧が形成した。東、品海から航海を北上し、10日21時に消滅した。9月8日頃に マリアナ諸島近海で形成が始まった低圧部が10日15時に熱帯低気圧に発達。11日3時、気象庁は24時間以内に台風に発達するとの見込みで熱帯低気圧情報を発表し、12日にはフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに侵入したためフィリピン名マリリンと命名された。 合同台風警報センターも13日18時30分に熱帯形成警報を発したが、同日21時には気象庁が熱帯低気圧情報を取り消し、JTWC もその後都市 F を取り消した。マリリンは14日には低圧部に降格した。9月15日9時に鳥島東方で発生。やや北西新し、16日3時には北側にあった。 平台前線に取り込まれる形で温帯低気圧に変わったが、千葉県など関東沿岸部を中心にまとまった雨となり、千葉県立山市では同日18時までの24時間降水量が135.5ミリ、mm、メートルに達した。9月17日15時にルソン島のすぐ西の南シナ海で発生、18日9時には消滅した。9月29日頃に マリアナ諸島近海で形成が始まった低圧部が精神して10月1日21時にフィリピンの東で熱帯低気圧に発達3日15時には消滅した10月22日9時にフィリピンの東で発生同日15時には消滅した11月22日21時に南シナ海で発生23日15時には消滅 台風26号の残骸から発達したものと見られる。11月27日3時にマリアナ諸島近海で発生。台風28号の北側を北西進し、28日21時には消滅した。11月25日頃にマーシャル諸島東方で形成が始まった低圧部が29日15時に熱帯低気圧に発達。 合同台風警報センターは12月1日12時に熱帯低気圧形成警報を発したが、翌2日には低圧部に降格し、JTWC も同日18時に都市 F を取り消した。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番はアジア名ダムレイが1とされている。またフィリピン名は熱帯低気圧が監視エリアに入った時、 フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの。ありがとうございます。